はいどうもこんにちは。今回は1985年スタートから全ての年で三冠を目指していきます。成長型遅めの獅子唾の育成の際、特に成長型早めで上位の獅子唾がいる場合は牧場施設の集団馬房を建設しているとデビューが早くなるので2歳児のローテーションに余裕ができて育成しやすくなります。特にデビューも遅くて柔軟性も足りないから獅子調教もしないといけないみたいな馬の場合、アルトナイトでは難易度がかなり変わってきます。施設の優先順で外されやすい集団馬房ですが、好きな馬で三冠目指す場合は建設しておくのがおすすめです。ということでやっていきます。1985年クラシックの三冠有力馬は文句なしの美保新山です。史実では皐月賞馬に故障してダービーを回避、秋の菊花賞を勝って2冠も、有馬記念ではシンボリルドルフの2着、故障がなければ三冠確実だったと言われる一頭です。ちなみにこの年のダービー馬で長期海外遠征に挑戦したシリウスシンボリとは実は一度も対戦していません。美保新山は早め型でクラシックでは抜けて強いですが、三冠適性という意味で言えば時点では距離適性と成長型早めでスダホークと釧路キングになりそう。シリウスシンボリで三冠を取る場合は柔軟性を上げて距離適性を広げましょう。メジロラモアヌが牝馬三冠を達成した1986年、適正馬はダイナガリバーです。ダイナガリバーは史実ではダービー馬で菊花賞は2着、その年の有馬記念では美保新山やギャロップダイナを下して優勝しています。ダービー馬ということで成長型も早め距離適性も十分ですが、成長力がなしなのでエースを多めに使って育成した方が良さそうです。世代の最強馬日報帝王は遅め型かつ 2000m 前後が限界なので難易度は高くないです。ダイナガリバー以外で言うと少し頑張ればメジロデュレン、ランニングフリーあたりは適正あり、みんな大好きラグビーボールもちょっと頑張って柔軟を上げればギリギリ取れそうです。1987年クラシックはサクラスター王に三冠を取らせてあげたいです。この年は圧倒的にタマモクロスが抜けて強いのですが、成長型が遅めで自己所有する場合はサクラスター王の方が楽です。対抗馬も多くなく春のメリーナイスに多少気をつけるぐらいでかなり楽に三冠は達成できます。タマモクロスも能力は十分なので自己所有して早め育成をしていけば三冠は難しくないです。メリーナイスは距離適性がかなり厳しめ、稲荷ワンは晩成型で春が厳しいです。ゴールドシティあたりは適性がありますが、サクラスター王、メリーナイスとはそれなりに能力差があります。早熟なので菊花賞までピークを持たせられればなんとかなりそう。この世代の代表馬は間違いなくオグリキャップですが、距離適性の差でスーパークリークにしました。オグリキャップは距離適性が少し足りませんが、自己所有する場合は史実調教込みで割となんとかなります。とはいえ菊花賞適性を考えた場合やはり楽なのはスーパークリークかなと思います。スーパークリークは初期特性で大舞台、二の足、クラシックギアを持っているのも強みです。楽とは言っても成長型遅めで春は桜千代の王、八重の無敵、サッカーボーイあたりの強敵がおり、まあまあの難易度です。桜千代の王、八重の無敵、サッカーボーイの3頭は能力は被験するものの菊花賞が距離的に難しいです。上はオグリ世代、下はマックイーンや東海帝王。この世代のクラシック馬を全部言えたらなかなか競馬マニアかもしれない。1989年の三冠適正馬はバンブービギンにしました。成長型は遅めではあるものの世代トップの能力と史実菊花賞馬であり距離適正もバッチリ、春の早熟タイプのドクタースパート、ウィナーズサークルや桜北東あたりに気をつけるぐらいです。時点ではダービー馬ウィナーズサークルは柔軟性が低めですが、ドクタースパートは 3600m まで持つスタミナを持っていて早熟持続タイプなのでバンブービギンよりドクタースパートの方が楽という人も多いかも。1989年はメジロマックイーンが抜けているかと思いきや春の馬もかなりの強さでなかなかの難易度です。アイネス風神、白大星、メジロライアンあたりは中途半端な状態で当たるとかなり厳しい戦いになります。
集団馬房での早めデビューから早め育成がかなり重要になります。逆にこの3頭の中ではアイネス風神、白体性は距離適性がちょっと厳しいものの、メジロライアンは柔軟性に全振りすれば菊花賞までの距離は確保できるので、もしかしなくてもマックイーンより楽かもしれません。ライアンでやるなら菊花賞の特性マシマシ状態のマックイーンが最大のライバルになりますね。1991年は東海帝王一択です。初期状態ではちょっと距離適性が足りていませんが、それを考慮しても成長型早めで圧倒的な能力差があります。念のため柔軟性は少し上げておいた方がいいでしょうぐらいです。時点で言うとレオダーバン、伊吹マイカグラあたりは適性ありですが、東海帝王を所持してクラシック回避させないとかなり難しい気がします。無難に帝王に3冠を取らせて固有特性の帝王ステップを継承させる準備をしましょう。ちなみにナイスネイチャーはそれなりのテコ入れでいけそうですが、ツインターボで3冠はかなりの力技がいると思います。1992年はミホノブルボンの能力が抜けています。あ、菊花賞は微妙に距離適性が足りないので当日調教で伸ばすといいです。春まではブルボンの独壇場ですが、菊花賞はライスシャワーがかなりの強敵になります。距離適性の対処をしないまま菊花賞に臨むと割と負けるぐらいの能力差なので対応しましょう。そのライスシャワーで3冠を狙う場合は距離適性加減の初期値が2300というのがネックになります。時点ではジャパンカップバレガシーワールドは成長型も早めですが、ブルボンとの能力差はかなりあります。BMW の1993年は能力的にビワハヤヒデに部があります。成長型、距離適性、サブパラに加えて大部隊の特性もあるので基本的には一つ抜けています。三強の中では成田大神は適性はありますが、ウィニングチケットは菊花賞がやや難しいです。三強以外にはジャパンカップ馬のマーベラスクラウンがいます。自己所有して幻のクラシックを走らせる場合は菊花賞の距離が少し厳しいことに気をつけて育成しましょう。ちなみに CPU 所有の場合は史実通り3歳になる前に1000馬になるためクラシックには出走してきません。史実3冠馬にしてゲームトップクラスの能力値を持つ成田ブライアンが適正です。固有特性に加えて大舞台、本間距離、クラシック長距離ギアなど特に三冠レースではめちゃくちゃに強いです。二字札なので他の馬でなんとかしたいと思っても史実馬ではかなり厳しいレベルの能力です。時点では桜ローレルがこちらもまたかなりの能力を持っています。成長型遅めですが距離適性もあり他の年なら余裕ですが、何しろブライアンが強すぎます。ブライアンとローレルを欧州で走らせたい場合はエアダブリンやヤシマソブリンあたりにチャンスがあります。マイナー人気馬なのでやったことある人も多いかもしれませんね。ということで1985年から1994年の10年間の三冠適正馬の紹介でした。次回は1995年からサンデーサイレンス全盛期がスタートします。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。